対戦車ヘリコプター隊は陸上自衛隊の航空下部隊。ここでは同様の部隊である戦闘ヘリコプター隊についても説明する。対戦車ヘリコプター隊は各方面航空隊の例下にあり、対戦車ヘリコプターを装備し、戦車などの敵陸上部隊に対処することを主任務としている。2020年時点で5個隊が編成されている。 対戦車ミサイルを搭載した攻撃ヘリコプターは、地上部隊に比較し、機動力、攻撃力が十分に大きく、また、戦車の遠距離撃破能力も有するなど有力な戦力となる、ものである。これの実用化とともに、1970年代、後半より、陸上自衛隊も取得、研究に乗り出している。この頃の陸上自衛隊の対戦車火力としては61。 式戦車、74式戦車や64式対戦車誘導弾、106mm、無反動砲が中心であった。1979年と1980年にアメリカ合衆国の R-1S を試験機材として2機を購入し、運用試験を開始している。1982年より航空学校用及び部隊用の機材取得が開始された。 冷戦期の北方重視の兵力配置もあり、1986年、第1推薦者ヘリコプター隊が、北部方面航空隊に新編されている。その後、1994年の第5推薦者ヘリコプター隊で、全5個対戦者ヘリコプター隊の編成を完了した。対戦車ヘリコプター隊は、対本部のほか、観測ヘリを装備した、対本部二隊と2個飛行隊からなる。 しかし、第2体戦車ヘリコプター隊は2009年度に1個、飛行隊に縮小改編されている。R-1S の後継機、RX として、R-64D アパッチロングボウが、調達されていたが、価格面より2012年度予算までの13機で、調達中止となった。2018年12月18日に、閣議決定、公開された。 防衛計画の対抗及び中期防衛力整備計画において各方面隊直轄の対戦車ヘリコプター部隊を縮小するとともに効果的かつ効率的に運用できるよう配備の見直し等を検討するとの記述がなされたことから今後何かしらの動きが予想される千二十一年三月十八日に六十四 d を唯一装備する第三対戦車ヘリコプター隊が 1> 第1戦闘ヘリコプター隊に、称号変更した。部隊一覧防衛白書1978年、防衛白書1982年防衛白書1986年、平成31年度以降にかかる防衛計画の対抗について及び、中期防衛力整備計画について ABC、駐屯地の遠隔、陸上自衛隊メタバル駐屯地、 2021年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月18日閲覧。AB 新戦闘ヘリコプターについて情報提供企業を募る航空新聞社。2018年5月9日。2020年8月15日閲覧。駐屯地紹介。www.mod.go.jp。 2020年10月17日へ閲覧。木更津駐屯地における第4隊、戦車ヘリコプター隊の改変について2020年10月、防衛省。ありがとうございます。